明日から10月ですが、日に日に秋が深まっていますよね。ただ週末にかけては日中の気温ぐっと上がるところありそうなんです。こちらこの先の予想最高気温のグラフなんですが、西日本はこの先も27度前後の日続きそうなんです。ただ土曜日、大阪の予想最高気温は30度と真夏日の予想なんです。そして東京もこのところ薄手の長袖の洋服でも過ごしやすくはなってきたんですが、土曜日は28度まで上がる見込みです。週末にかけては半袖の洋服、昼間は活躍しそうな陽気となりそうです。そして北日本ですが、このところこの時期としては暖かい日が続いています。ただ週明けの月曜日以降になると季節がぐっと進んでいきそうで、日中の気温20度を下回り肌寒くなりそうです。衣替えを考えの方、週末にかけては夏物少しだけ残しておくと安心かと思います。では明日の全国のお天気、まずは予想天気図から見ていきましょう。明日は気圧の谷の影響で関東から北日本すっきりしない天気となりそうです。では天気マークで見ていきましょう。西日本は秋晴れとなりそうです。一方で関東地方、明日は午前中を中心に雨となり、東京はあまり気温が上がりません。予想最高気温21度。明日は暖かい羽織物があると安心でしょう。そして北陸から北日本にかけてもすっきりしない天気となりそうで、特に北日本の日本海側、午後は雷雨に注意をしてください。ではこの先の全国の天気です。西日本から関東甲信地方は秋晴れの天気続きそうです。そして北日本は寒気や気圧の谷の影響を受けて周期的に天気変わりそうです。特に北海道は雨や曇りの天気続きそうです。